今日は絶景ビーチを巡りたくなって宮古島にやってきました。ここ数年で随分と宮古島に行きやすくなりましたね。宮古島には皆様ご存知の通り美しい海と魅力的なビーチがたくさんあります。たくさんありすぎてどこに行っていいか迷ってしまいますよね。私は今まで何度も宮古島に行っていますが、宮古島に行って私が一番最初に訪れたいビーチは実は砂山ビーチなんですよ。前浜やインギャーマリンガーデンなども素晴らしいビーチなんですが、それらよりも先に砂山ビーチに行くことをお勧めする理由をご紹介いたします。大丈夫、ネタバレを気にする必要はありませんよ。誰がどんな手段を使って魅力をお伝えしても実際の体験に勝ることはありませんから、ご自身が宮古島に訪れた時の参考と思って気軽に見ていってください。砂山ビーチは宮古島空港から車で北に約15分ほど走らせたところにあります。宮古島空港でレンタカーを借りて向かいましょう。砂山ビーチには車を30台くらい止めることができる駐車場があります。この駐車場にトイレと有料のシャワーがあるので、スノーケリングをする方はここを利用することになるでしょう。それでは車を止めてビーチに向けて歩いていきます。海の危険生物に対する注意喚起がされています。その他、この砂山ビーチを利用するにあたっての注意事項も記されていますので、立ち入る前に目を通しておきましょう。ここは私有地ですが、海水浴や観光目的で通行することを所有者である株式会社宮古島砂山リゾート様が認めてくださっています。名前の由来と関係あるか分かりませんが、駐車場からビーチに行くには砂の山を越えていく必要があります。この看板が立った時には砂もここまでは積もっていなかったんでしょうね。結構重要なことが書かれているように見えます。先に進んでいきます。砂質はサラサラの細かい粒子で、沖縄のビーチの砂という感じです。普通の靴だと中に砂が入ってきてしまうので、ビーチサンダルなどで行くといいと思います。それなりに足に来る道のりですが、まだ旅行は始まったばかりなので体力は十分ですね。もうすぐ頂上です。この山を越えた先に広がる絶景は宮古島のビーチとの出会いを鮮烈に演出してくれます。いやー、この細い道の向こうに見える海という構図が憎いですね。左手に見える大きな穴は砂山ビーチのシンボルです。ネットでの画像検索やパンフレットで砂山ビーチについて調べると、必ずこの大穴を写した構図の写真を目にするでしょう。こういう特徴的なシンボルがあると、自分が目的の観光地にやってきたということを強く実感することができますね。波打ち際に近づいてきました。やっぱり宮古島の海のビーチの色は素晴らしいですね。海底が砂地になっているエリアは淡い水色になっていて、水深が深いところは深い青色になっています。白くてサラサラなビーチの砂と海とのコントラストを眺めていると、宮古島に来ることができた幸せをしみじみと感じます。昔はあの穴の中まで入ることができたのですが、今では崩落の危険があるとかで立ち入り禁止になってしまいました。残念ですがしょうがないですね。
ここは一応遊泳が禁止されていないビーチですので、海水浴を楽しむことはできますが、監視員もおらず管理された海水浴場というわけではないので、安全に十分配慮して自己責任で遊びましょう。海水浴のシーズンになると小規模ながら浮き輪やビーチパラソルなどをレンタルしてくれる出店も開かれます。駐車場のところに有料のシャワーもあるので、海水浴をするために必要なものは一通り揃っていると言っていいでしょう。しかし個人的には海水浴にそれほど適したビーチではないかなと思います。波が結構荒くなりがちなのと、沖に出ないとサンゴ礁のような見どころがないのに、沖に出ると流れが速くなるという感じで、あんまり安全に楽しめるポイントとは言えません。もっと泳ぐのに適したビーチは他にありますので、砂山ビーチでは景観を楽しむのをお勧めします。2022年4月時点の軽石の状況ですが、波打ち際から離れたところにちょっとあるという感じで、景観を損ねるような被害状況ではありませんでした。景観維持のために撤去してくださったのかもしれませんね。それでは大変名残惜しいですが、砂山ビーチを後にします。帰り道で後ろを振り返ると絶景が見送ってくれています。宮古島旅行のスタートを飾るのにぴったりのポイントですね。砂山ビーチの近くには砂山カフェというおしゃれなカフェがあります。砂山ビーチを訪れる際にはぜひともこちらにもお立ち寄りください。そういえばここからは余談ですが、 Google の航空写真を見てみると、砂山ビーチの近くには他にもなんだかいい感じのビーチがあるように見えます。こちらには行ったことがなかったので、ちょっと興味が湧いて行ってみました。この辺りの森で覆われた場所に行ってみて、行けそうなら藪を抜けてみようと思いまして、行ってみるとこんな感じで工事中でした。帰って調べてみると、株式会社宮古島砂山リゾートと三菱地所が共同でリゾート開発をしていて、2024年のオープンに向けて準備中なんだとか。世界有数の高級ホテルブランドであるローズウッドのリゾート施設が作られるそうですよ。私のような庶民には縁がなさそうな話ですが、いつか宿泊してみたいですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回も宮古島のおすすめの見どころをご紹介しますので、ぜひ見てください。